ただいまより心を育む総合フォーラムオンライン座談会を開催いたします。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願,いしますお願いいたします、えー。オミクロン株の急速な拡大に伴いまして、学校や保育所などの休校、休園が急増しています。子供たちのリアルな場での触れ合いやコミュニケーション、体験の場は再び制限をされているような状況です。 また、それに伴う子供たちの孤立や分断なども深刻な課題の一つです。座談会では、受賞団体の皆様の現場での実体験をもとに、地域やコミュニティが子供たちの心の育みのために何ができるかについて意見交換をしていきたいと思います。それではまず、皆様が今の活動を始めた理由、背景、 もしくは当初感じていた課題についてお聞かせください。順番にお聞きしていきます。まずは沼部小学塾様お願いいたします。はい、えー、っと私今から17年ぐらい前に、えー、勤めがあの農業関係に勤めたんですけども、5月に子どもさんが田植えをしていたんですよね。 ある方の指導で田植えしてたんでんそこを2人しかお手伝いいなかったもんで、えー、私と家内とあと私のアンチ夫婦で4人してお手伝いに行きましたそれが始まりお手伝いという感覚でこの田植えとか子どもたちに関わったと。その後ただ教えるだけではだめだなと思って昔の ことについて子どもたちに教えるというのから入って、2年3年とこうやってる間にいろんな風に今度幅を広げていって現在に来ています。幅と言いますと昔の遊び、昔の生活、それから昔の学校の様子、そういうものを子どもさんに伝えていきたいなということで始めま,まって現在に至っております。ありがとうございます。 続きましてミニシティプラス様お願いいたします。はい、よろしくお願いします。えっと、私たちは、えっと、そうですね、あの、子どもたちがなかなかあの、社会の他の人、例えば親とか学校の先生とか、塾の先生とか、そういった以外の大人と関わる機会がすごく減っているっていうのを感じていて、それであの、まあ、社,会社会の中で生きて、 街の中で生きていくためにはもっと街に関わる子どもたちが必要だろうというところからスタートをしていますあの。一番最初は子どもの街をミニ横浜シティというのをスタートさせたんですけれどもあのさらにいろんな子どもがいてあのき記者活動や取材に興味のある子どもたちも非常に多くいたのでそういう活動を始めたところ本当にどん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 参加者が増えていました。 一時は記者が七十名ぐらいにもなったんですけれども、あのコロナで本当に極端に減ってしまい、多分あの参加することを保護者の方たちや子どもたちもちょっと躊躇する場面もあるのかなというふうに感じて、すごくあの心配しているところです。ありがとうございます。ありがとうございます。続きましてポンテ富山様お願いいたします。はい。 えっとですね、私たちはあの場所からスタートしたんですね。えっと、私、とてもデブシでもうあのだいぶいい年なので老後をどうやって過ごすかっていう時にあの田舎ですから敷地が広くて人が来てくれるような場所を作ったらどうなるだろうということで、えっと、カフェ小さなカフェを庭に作りました。えっと、何が起きるかは当初わからなかったんですけども。 えっと、木金土というカフェをやっているうちにいろんな人が来始めました。で、えっと、だいたい平日の昼間ですからね来る人はやっぱり学校行ってない子どもだったり若者だったりちょっと悩んでる大人だったりっていうところからスタートしてそしてあのもう課題はとにかくあの当初は考えてない課題がどんどん私たちのところに来て。 でえっと、私たちはじゃあそれを私と水野の,あの共通点は兄弟にあのに障害のある人がいるっていうところで、えっと、9歳は離れてるんですけど、まあ、その辺でこう支援するとかされるではなくて何かこう一緒に生きていけたらいいなっていうのが根っこにあって、えっと、この活動が始まりました。 では、インフィニティ様、お願いいたします、はいえっと、活動を始めたきっかけっていうのは、ちょっとこれ、どうしようかなとか思ったんですけれども、でもこれがないとあの始まらないかなとか思うので、ちょっと重いんですけれども、きっかけは、えっと、18年前にあの、まあ、身近なところで青少年の殺傷事件が起こったんですね。 でそこの、まあ、彼のいろんな行動からたくさんメッセージを受け止めていたんですけれどもなんか何もできなかったという無念さからあの、まあ、近くにあの長崎大学の先生と一緒に子どもたちの居場所作りとそれから放課後子ども教室っていうのをちょっと作っていこうということでスタートしました。で当時私はあの子育て支援って、まあ、ここ子どもたちの集まる親いろんなそれこそごちゃまぜのおばあちゃんから 赤ちゃんからお年寄りまで集まる場所なんですけれども、そこの中で、えっとまあ、いろんな活動をしていく中でも、やはり子どもの活動って、やっぱりどうしても今,今はまだ手をかけないといけないところがあるんじゃないかということで、でえっとまあ、どちらにもですね、あのプレイパークと、それから あの子ども教室の方にもプレイリーダーという大学生をちょっと配置したりとかしてで最初はやはり介入して遊びを流してたんですけれどもなんか自分で何もできない子どもたちがすごく多いなっていうようなところがあってで徐々に自分たちで遊びをこうなんか展開できるようになってそのごっ格遊びからこう展開していったっていうところですで。そこのの中で私たたちが当時思ってたのはえっとやはやり サンマの喪失っていうことで仲間と同じ時間で同じ空間で遊ぶことが少なくなったよなっていうようなでそれが人間形成にすごくあの影響するっていうことですごく危機感があったっていうのとそれから私自身もですね、えっと、幼稚園に教諭をやってたんですけれども昭和60年ごろやはりそういった子どもたちの遊びに変化が起こってきたっていうところに懸念あってでその10年後に起こったのがあの神戸の殺傷事件だったんですね。 でそういったことも踏まえて、まあ、当時自分自身の子育ての,、まあ、の環境を見回していったときに、自分の子供が加害者、被害者だけじゃなくて加害者になってもおかしくないなというような環境の中で何かをやっていこうというところで、それこそみんなで育て合えるような環境をということをスタートしていったことが、まあ、ずっと続いたのが、今の子供たちのこの活動になんか、つながっているのかな。ただ やればやるほどちょっと見えてきたのが、私支援も含めて、それから大人があの手をかければかけるほど、なんか見えてる世界だけがすごく重要視されてて、置き去りにされている子どもたちはたくさんいるなというところにすごく気づきがあります、うん、はいいありがとうございます。 さまざまなきっかけで活動を始められたようなんですけれどもその活動を通してですね子どもたちの心が育まれているなと実感するときはどんなときでしょうかまた子どもたちの心の育みのために工夫をしていることや独自の取り組みなどございましたら教えていただきたいです、えー、では沼部小学塾様お願いいたします はいえー、子どもたちと接している間、稲刈りに会うことなんですけども、田植えから収穫まで子どもさんに教えているんですけども、学年は、前はあの4年生に教えたんですけども、やっぱり年齢が4年生ですとなかなか理解しにくいんで、えー、次の年から5年生に教える。その中で、あの 私一番教えたかったのは食べ物のお米の大切さ。どういうことかっていうと、稲刈りしますと、稲穂が滅げるんです、ね、田んぼに。それを子供さんが拾ってもらうと、お米は大切なんだよっていうことを教えてやってくると。で、2回ほど稲穂し類 ちっときあるんですよね。稲刈りとあと脱穀調整っていうのがあるんですよ。その都度子どもたちが進んで稲穂を背負ったり、こぼれた米をこう集めて大切にするというのがで今のかずっとこう毎年続いてるんで、5年生になったら何するんだっていうのを子どもたちがあ上中生からお調べて こういろんなのや,ってもらえるとのやはりものの大切さ食べ物の大切さっていうのは,はあの教,えたら教えてもらってるんだな教えたということでございますはいありがとうございます続きましてミニシティプラス様お願いいたしますはい、えっと、私たちも十何年もやっていましてでやっぱりあの取材をきっかけにその記者が自分たちで取材した ところで知った職業であったりとかあのそういうのに関心を持ってそっちの方向に進んでいった子どももいまして実はあの読売新聞の記者になってなったよっていうのを今日一昨年かな報告受けたりとかやっぱりメディアに収束した子もいますそれから学校の先生になったりとかいろんなあの子どもが やっぱり自分が取材したことをきっかけに新しいいろんなことを考えていったのかなと思っています。であの大学生になってから NPO の会員になり今度はサポートする方に回ってもらっていてあの長くやってるともうそろそろ私たち <laughs> も引退して次の世代に引き継ぎたいなっていうふうに思ってあのいることが多いです。で本当にあの街のこう新中であの 例えばどっかでお茶してたときに隣のテーブルからあのこの間のの指揮者の取材記事見たっていうお母さんたちの話が聞こえてきたときとか、とは意外とこの街の中であのあのそういう新聞読まれているなっていうのを感じてすごく嬉しかったです。ありがとうございます。続きましてポンテ富山様お願いします。はい。えっ、ー、と先ほど言ったようになんか私たちっていうのは 子供たちに何してあげようで、はなくてて本当に場を用意してるっているうそんんなな感じなんですねでそこに高齢者の人とか、まあ、近所の人とか、あのー、ちょっと生きづらさ持ってる若者たちとか来てくれてでそこに子どもたちが混じっていく。で、最初からそんなにスムーズに入ってくる子はいません。で、1回目来て1ヶ月後に来てとかっていう感じでだんだんに慣れていってで、私たちが。 関わらない中で若者たちとこうあのバドミントンしようぜって言ったりバドミントン壊れてきたからこれなんとかあの買ってほしいって私に交渉してきたりあの <laughs> 子どもたちが本当に自分で、えっと、主体的に動くそれから、えっとあのまあ、不安定な子が多いので今もちょっと引きこもりがちになっちゃってる子もいるんですけど、まあ、その子が昨日フ Facebook で生存確認生きてます。<laughs> あの 元気になったら宮の森カフェに行きますなんていうのを私たちに言うんじゃなくてフェイスブックで発信したりしてるのを見てあとにかく元気になったら行くとこがあるんだなってことが分かってもらえるっていうのがえっとあちょっと心が元気になってきてるんだなって感じるときです。いろんな場面ありますね そうですね。もう一つはあの先ほど先生のお話にもあったんですけど、やっぱり安心して失敗しているかなと思います。うん、えっとハタズデコボコの子が来ることが多いので、まあ、プチパニックになることもすごく多いんですけど、中にはあのね近くの田んぼにダイブした人もいました。い <laughs> <laughs> ますけど、まあそういう時に私たちがあまり動揺せずにああそうよねっていう感じで眺めていると。 え他の若者たちや子どもたちもその姿を見て学んでいってくれて、あこういうふうになっても大丈夫なんだみたいにえっ、ー、とお互い思えているのかな、うん、ということをよく感じています。はい、ありがとうございます。では続いてインフィニティ様お願いします。はいえっと私たちの活動をする中でやっぱりいろんなもう皆さんと同じような感じで安心してその失敗をこう でまた失敗しても許せる大人がかか周りがいるっていうこととかがすごくいいかなとか思うんですけれどもその中でちょうど子どもの,、えっと、の町を支えたいっていう学生のです、ね、活動をなんか始めて今はもう社会人になってるんですけどもちょうど隣に組織がいるのでよろししくお願いします、うん、<laughs> ちょっと違う視点になるかもしれないんですけど。 私は大人でも子供でもなくて学生としてこの活動に関わってきたんですよねで学生で話し合って子供の街を支えたいとかなんかネーミングしたりしてすごいやる気満々ででもそのやりたての頃は私が子供たちを育まないとみたいな,なんかそういう強い思いを持っていたんですけどでもそう思う 思えば思うほど子どもたちのこのなんか動く力みたいなのがすごい固まっていくのが見えてきてで今はもっと子どもたち一人一人の力を信じてこう見守るような力を自分に必要だなっていう風に考えられるように今なってきましただから私にとってもここは自分の心を育む 埋める場所であって、居場所になってます <laughs> ありがとうございます今のですね、各団体の取り組みについてですね幹事の福田様から一言いただければと思います はいいあありがとうございますあの今日はですねもう皆さんのお話を聞かせていただいてあそうなんだやっぱりそういうふうに感じられるんだっていうこの、まあ、勉強になるって言ったらあの堅苦しいんですけどもあのすごくあの 発見すすることも多いですしあやっぱりそうだったんだなって共感することも多いんですけどあの私はあの、まあ、企業にいる立場で今日あのお話を聞かせていただいてるんですけどもあの、まあ、パナソニックでもいろんなあの活動もさせていただいてたりするんですけどもうほとんどどの活動も NPO の皆さん NGO の皆さんで団体の皆さんこういった皆さんと一緒に やらないいいと何もでできていなないんですねなのであの本当にいろんな活動や,あのやっていても皆さんと一緒にや,ってやらせていただいていてであの私もさっきあの思ったのがですねあのどうなったかおっしゃってたと思うんですけどそれからあの総評の時に、えー、鈴木先生からもお話あったと思うんですけどもあの子どもたちの自主性とかあるいはあまり大人が何かしようとしすぎると余計に子どもたち止まってしまうっていうお話を聞いてすごく共感をしてですね。で私たちも何か 子供たちが知らないことを知ってもらえたらいいなとか。 あの例えば子どもたち多分企業の中会社の中もしかしたら皆さんもあの会社の中どうなってんだろうってあんまりね、えー、あの経験がない方わからないかもしれないんですけどやっぱり会社も人が集まるところなので何かやろうと思ったら別に仕事だからってどんどん機械的に進むわけではなくってああだこうだ言いながらですね時にはあのぶつかり合いながらいろんなことを作っていくって同じようなことなんですけども多分そういったこともわかんない。 だからそういういことで会社の中でこんなことを進めていてこんな役割があってこういう活動をして会社って回っていってるんだよっていうようなことを知ってもらう場そういうのを作っていったりあるいはその,その時には従業員が社員がですねあの出前授業みたいなことでこんなことをやってますってお話をさせていただいたりするんですけどまあそんなこともやっていったりしながらですね行っていてやっぱり私たちが何かあのやってもらうとか こういうことをさせようみたいな思うとだめなんだろうなってのすごく共感をしたのであの、えー、安心してですね失敗をしながら私もあと一緒に、えー、これからもいろんな活動させていただきたいなって今思いましたありがとううごござざいいまますすありがとうございますでは続いてですねコロナ禍によって子どもたちに何か変化はありましたでしょうかもしあったという場合にはどのような変化でしたでしょうか。 またコロナ禍で新たに取り組んだことなどもあれば教えてください。ではですね、こちらはミニシティプラス様、いかがでしょうか。はいえっと、私たちあの、先ほどの紹介があったようにあの、去年、例えば夏休みを利用して取材に行くことがすごく多いんですけれども、一切、あの 緊急事態でできなくなりまして、であの子どもたちとオンラインの編集会議をし、その中で、あのせめてこうオンラインでもいいから取材をしたいということで、例えばあの人物取材とかですね、職あのこんな仕事をしている人たちの取材をしようとかっていうふうにあの、取材の方向を変えて、なんとかあのゼロにしないようにっていうふうにやってきました。 今取材の際も、今まででしたら、大体あの会社の方の取材だと、どなたでも何人でも来てくださいっていうことだったんですけれども、やはりあの 5, 5名までとか、そういう制限の中、順番に行ってもらうしかなくて、本当はたくさんの子どもに来てほしい、行ってほしいっていうのはあったんですけれども、そういうふうにあの変更してやってきました。で子どもたちと話してて、もしかしたら横浜だけの例、横浜とか都会の例かもしれないんですけれども、 逆に家にあのいられなくなってる例えばあのあのお父さんも家でテレワークするようになりそれでそうすると静かにしていなきゃいけなくてあのちょっとにぎやかにしたらちょっと外に行っといけみたいに言われてでそれで居場所が足りなくなっているっていうのも聞いてあの今までだったらあのね寒い中例えば家にいたいなと思っても。 あのどっか行くとこ探さなきゃいけないような状態に子どもがなってるっていうのがあのまた別の意味での子どもの大変さになってるのかなっていうのをあの今思っていることです。ありがとうございます。続きましてポンテ富山様はいかがですか？えっとおそらく富山はあの感染者数が えっと全国的にも低いところだったと思うんですね。ただまあそ,その反面すごい。こう。差別的なことも多くて問題はいろいろあるんですけども。とりあえずうちはあのまあ、不特定多数の人が来るカフェをお休みしましたけど、あの水野の方で細々と居場所だけはあの続けてきています。そして、えっとまあ、学校行ってない子がほとんどなんですが、あの今度学校が休校になると学校行ってる子も来るんですね。 で普通学校行ってること学校行ってない子がいるとなんとなく気まずいかなと思うけど全然そうでもない <laughs> 気にしてない気にしてない <laughs> 誰も気にしないという不思議な場所になってますそして、えー、と私はうちにいるのが大好きなんですけど水野はの外に行くのが大好きなので <laughs> 外ならいいだろうって言って、えー、と山行くそれから雪降ったら寒じき入って外へ行くっていうような活動が増えました。それからちちょっとと休むと私たちまたま頭の中で 妄想が広が広ってコロナで休むと計画がいっぱい増えて今度コロナがまた減るとそこからスタートするのであの去年は2年前はカフェはお休みの時にフリースタイルスクールを作ろうっていうことでそれが2年前に始まりましたそれから就労支援若者の就労支援も実は同時に始まっています で今年のコロナが増えたときは、今度、菓子工房を作ろうという話になって、とうとう菓子工房もできてしまいました。<laughs> ということで、えーと、今またちょっとお休みモードになりつつありますが、またこれがコロナが減ると、きっとまた忙しくなるんだろうなと思ってます。 ありがとうございます。あの、コロナきっかけで、あの、できなくなることだけじゃなくて、チャレンジしていくことが増えるっていうのはすごく素敵なことですね。ありがとうございました。今の活動についてですね、幹事の鈴木様からお願いできますか ありがとうございます。あの、本当に全国で様々な、あの、ご苦労の中、ご、あの、工夫をしながら活動を続けてくださって、今日の、あの、受賞になったんだと思っています。で、あの、私も実は、あの、例えば幼稚園や保育所も回わず、 と、もう、あの、コロナで、こう、休園が続いたりしてて、やっぱり、こう、子供たち同士の遊びの中で、じゃんけんの間の取り方が下手になったなとか、うん、そういう、こう、すごい、こう、はい、変化を感じたりしたことがあったんですね。で、ただ、その悪いことだけではなく、逆に、その、ネットの使い方であったりとか、あるいは、その、あの、人と、その、何かを調べるときの、その、まあ、 あの、情報機器の、こう、使い方のうまさとか、そういうところには、あの、少しスキルアップしたかなっていうところもあるんですけれども、やっぱり最終的には人っていうのは、やっぱり人との間で育つ人間っていうのは、人と人に人の間って書くのが、やっぱりそうなんだなっていうのを、すごく改めて思っています。あの、それぞれの、あの、工夫された、あの、ご活動の記録とかを読ませていただいて、本当にあの、改めて敬意を表したいと思っています。 ありがとうございます。それでは最後にですね、子供もたちと接する中でこれからも大切にしていきたいことは何でしょうか。えで,ではですね、沼部小学塾様から一言お願いいたします。はい。えー、っと今あの子供もたちと一緒にやってきてるんで、えー、我々の仲間25名が全部高齢者なんです。で 子どもたちに教えるというのは、この高齢者であるゆえに心のこもった接し方、あ今、家具家庭が多いもので、おじいちゃんとおばあちゃんと同居しているのは少ないんですよね。もう,もう夫婦と子どもで生活しているということで、おじいちゃん、おばあちゃんの温かい接し方を子どもに植えつけたいなということで。 えー、いろんな作業を通じて、えー、1対1あるいは1対3ぐらいで子どもたちと接しています。それからあの子どもたちがやってみようという心もあるんです。例えばあじゃがいも植えさつまいも収穫この場合せ率先して作業に加わってくるというようなことで我々もあの挑戦する。 物事に挑戦する心気持ちを植え付けていきたいなとこんなふうに今後やっていきたいなとこんなふうに考えております。以上です。ありがとうございます。では続いてミニシティプラス様一言お願いいたします。はいありがとうございます。えっとここのあの壁紙にも書いてあるんですけども私たちはえっとどんな課題もプラスに変えていこうっていうあの方針でやっています。はなんか。 あのやっぱり課題解決の話ばっかりになってしまうとなんとなくこう価値創造っていうのが抜けてしまうのでなんかクリエイティブな部分を大切にしていかないと子どもたちとワクワクしていけないのかなっていう気持ちでいますで、まああの一番大切にしていきた,たいことはさらにあの子どもたちを一人の人間として見てあの一個の,あの人としてあの接していくっていうことをこれからもあの気をつけ あの大切にしていきたいなと思ってます。はい。はい、りありがとうございます。続いてポンテ富山様一言お願いいたします。はい。えっとよく P. T. A. で、あの学校と家庭と地域が一丸となってって。言われるんですけど。これ一丸となったら子供たち逃げ場がなくなるっていうのが。あの私たちの本当に思ってることで。えっと私たちは。えっと逃げ場になりたい。それから。 あの学校と家庭で会えない人たちに出会わしたい先ほど先生のお話にもあった本当その通りだと思いましたが、えっと、私たちのところに本当に変な大人変な若者いっぱいいます <laughs> えっと,とあの写真にもありましたけどね富山県内で捕獲したヘビとカエルとイモリとヤモリだけを展示してる移動動物園やってる人とかねなんかそんな人たちと子どもたちが接するのを見るとすごく楽しそうなのでえっとなるべくこう あの子供たちがいろんなことに出会ってで自分たちが主体性を持って自己選択してあ自分の人生生きていきたいなって思えるようなあのそんな場所にしたいと思っています。ありがとうございます。それではインフィニティ様も一言お願いいたします。はい。なんかちょっと。 皆さんとこう似てるところもあるんですけれどもやはりその前提にやっぱり子どもであったりとか、まあ、大人もそうなんですけども信頼していこうっていうふうに思ってましてでそれからさっきも言ったようにその場の空間づくりの中にやっぱり失敗っていうか失敗してもなんか大丈夫っていう、まあ、許せ合える環境というものはやはり今はまだ意識しないとな,んかなかなかあの難しいのかなっていう。 たところもあるので少なくともそれこそなんかこうここに来れば安心できるっていうような場作りを、まあ、これからも頑張っていきたいなとか思っていますありがとうございますそれでは最後にですね、えー、まずは幹事の福田様から一言お願いいたします はい、いありがとうございます。もうあの皆さんのお話を聞いてて私が勇気づけられて、えー、いるんですけれどもあのやっぱり皆さんもおっしゃっていたと通りに、ね、同じようなことかもしれませんが普段私あ私大人の人と接することが多いんですけれども,もうあの大人の人も子どもの人もあの勇気を持って挑戦できるように 大丈夫だというふうに言ってあげたいなと周りでなんかちょっと笑われてそうですけどもそれを心がけていきたいと思います皆さん本当にこれからも一緒にやっていけたらいいと思います今日は本当にどうもありがとうございましたありがとうございます続きまして幹事の鈴木様お願いいたしますもうあの多分選考に当たった委員は全員よかったって皆さん方で応援よかったってすごく思ってますであの やっぱりこう整列して更新するような連帯感じゃなくて、凸凹がいいんです。凸凹が。凸凹の連帯感で、これからもぜひ一緒に。あの、なんかやっていきたいなっていうふうに改めて思いました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。本日誠におめでとうございました。ありがとうございました。本日はオンライン座談会のご参加ありがとうございました。